こんにちは、かくすけです。博士がね、すごい病気になっちゃったんで、お薬のね、海藻を取りに行きます。川下ったらあるよって言ってましたけど、川下りの道はね、結構詳し、結構険しいんでね。あれ、こっちは温泉だっけ。じゃあ、こっち側、反対、やだよ、こっち側からか。よし、行きましょう。あ、やっぱお猿さんは優しくなってないですね。他のお猿さんは、いやー、いい子だよって言っといてくれたらよかったのにな、あの子。まあね、まあいいでしょう。可愛いからね、あのお猿さんね。優しいしね、結構協力してくれそうですよね。ホレフスっていうのを教えてくれたのもあのお猿さんですからね、感謝しないとダメですね。結局帰り道、ここの道をまた通るのか。何回目だろうな。よいしょ、行こう行こう。あー、鬼ヤンマだ、嫌だよ。お、やったやったやった、バンジローがいっぱいあったよ、珍しいね。で、こっから先に行ったところに、お、羽じゃん。えい、ゲッチュー。よし、行きましょう行きましょう。急いでね、頭痛いのはほんと辛いですからね。自分が頭痛持ちなんでね、頭の痛さの苦しさはね、よくわかりますよ。お、発見。あれ、この辺にあるって聞いたんだけどな。うー、なんだって、勝手にワシの餌場に入るな。うおー、出た、クラーケン。潮の引き目っていう海藻があるって、確かにこの人も喋ってましたね、このイカさん。うん、ある。それはどの辺に。もうない。わしはみんな食った。殺して、これが最後の一束、それ譲ってもらえません。うん、本当にね。ただ食べたいだけでしょ。ダメ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 、待って待って。うん、それ持って帰らないと博士が死んじゃうかもしれないんです。そうですよ、命に。食事の邪魔だ。お前欲しければ腕ずくで来い。いいよ、やっつけてやる。あ、だだだ。あ、先にこれを倒そう。あ、うん、先に食しよう。よし、いいよ。いやって、うわー、ジャンプしたつもりがな。アダンを使って2個使いましょう。バンジローもありますからね、今。うん、ガードするんですね、これ。あ、ちょっと、触手攻撃したいんだよ。よし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 、よしぞ。あ、来た。うわ、ちょっと。避けるの難しい。よし、ちょっと固まりましたね。違うんだよ、この触手を攻撃したいんだ。おお、生きてる、ギリギリ生きてる。あ、用なしもあるんですね、今。違うよ、でも触手を攻撃したいんだよ。よし、今だ今だ今だ。よしよ、よいしょ、あー、よいしょ。だだだだだだ、よし、よ、今今で、こっちジャンプ。あ、もう遅かったか。根元の方にいるとね、結構振りかぶってる時点で攻撃を食らうんですね。あ、もう倒した。他のボスに比べたらちょろいもんですね、こんなの。うん、参った参った、お前の勝ちだ、これやるよ。やったね、ありがとう、潮の引き目。うわー、かけないで、そんなの。お前の母ちゃん、デメそう。いやー、最後までそんなこと言って。はぁね、そんなね。負け犬ですよ、そんなの。よいしょ、行きましょう。あそこでね、素直に帰ってくれたら、まあ、かっこよかったんですけどね。かっこいいっていうのは違うけど。いや、かっこ悪さが増したな、最後の一言のせいで。急いで持っていきましょう。
よいしょ、よしよしよし、またあそこの崖登りだな。お、もうね、へっちゃら慣れたってことをね証明してみせましょう。ほっほっって降りて、あ、もうなってるのか。じゃあ簡単ですね。よいしょ、いけたと思ったのにな。ジャンプジャンプで、ほっいいよ、で、ほっいいよ、登って、結構簡単に手に入りましたね。おっとっとっと、てか、あんなところに、あ、羽があるけど取れないの。でも、あそこに落ちてるってことはいけるってことの気がしますね。え、どうやっていくんだろうな、あれ。よし、行きましょう。いいな、肉食べたいな。あ、すっごいお腹空いてるんですよね。昨日焼肉食べたんですけどね。でもまだ肉が食べたい。肉ですよ。あ、最近ね、一人暮らしになって全然食べなくなったからか、すごくね、野菜とね、魚の美味しさが分かるようになりましたね。サラダはもともと好きでしたけどね。よしと言ってたら帰ってきました。あれ、博士は？どうした？これじゃなかったみたいでさ、ついさっき治ったから君を探しに行くって出てっちゃったよ。そんな早まったな。まあよかったじゃん、博士も元気になったことだし。君がコレフスって言ったからちょっと気まずいんでしょうね、この子。うん、バイバイ、ありがとう、気持ちだけ受け取っとこう。うん、まあ助けようとしてくれたんですよ、あの猿ちゃんもね。回復しましょうか。うん、で帰ってこないかな。博士探しに行ってくれてるのにね、自分だけこんなゆっくり寝ちゃってね。で、あとはこっちだけですよ。こっちで何か手に入るかな。え、あ、博士だ、どうも。ちょっとセーブしてこうかな。うん、ボスを一匹倒したわけですからね。うん、この辺り、はーい。で、羽が、やった、いや、よっしゃー、やったね、リンゴ。こっちは何があるんでしょう。こっちも石像とかかな。こっち、まずこっちから行ってみようかな。うん、あ、こっちは登れないのか。じゃあこっちですね。うん、登りましょう。登って右側に行きましょう。お、おーん、どこまで行くんだろう。あ、なんか、いや、これ危険なやつだ。もう私の嫌いな鳥系だ。えい、えい、こう、あー、いけるんだこれ。え、で、あれ、どうしよう。あー、違う、これをそっといて、ほっ、あ、いけた。こっちから行くのかな。この下は何があるんだろう。さっき登れなかったところかな。やだなー、ハゲワシがいっぱいいる。よいしょ、怖いぞ。来るか、来るか、よし、いいぞ。まず安全な、えへへ、やったね。もう動物をいじめることにね、何も心が苦しくない。最初はちょっとね、心苦しさもあったんですけどね。なんだこれか。うーん、でも、うん、調べても同じでしょうからね。わ、嘘、あー、違うよー。じゃあこっち来た意味なかったのかな。お、こうやって、
お、んでこっちに戻るでしょ。で降りて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 、これの下がねまだ行ってないんで降りて、あー罠か、あそこまで行けないってのかな。じゃあこっちは来た意味なかったのか。よいしょ。はい、じゃあ人がね氷漬けになってたところに行って、なんかね紛失してたんで、ですのでそこをねスコップでガスッとできるか試してみましょう。結構ね行ける道が見つけにくい感じのゲームなんで、他にもね見逃してる道があるような気もしますけどね。でもとりあえず簡単に見つかるところはね全て行き尽くしましたね。お、アダンだ、やったー。アダンは本当にね助かるからね、回復量も多いし。こっち行きましょう。え、こっちだったよね確か。いやーこれだーこれだー、もういやーいやー、よしいいぞ。こっち行って、で、あーそうだ、あーもう、よいしょ、やったー、初めてまともに倒せたぞ。で今度はどんどん下に行くだけでいいんですよね。いやーお猿さんをね避ける必要がないんでね楽ですね。おで降りて、こっち降りて、うわお猿さん来た、いいよ。で、あーここはダメだったか、痛い痛い、いやー気づかなかった。おで降りるでしょ、で、はい、えしいぞ。でこの中ですね、この先に、ジャンプ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 で、あったはずなんですよ、霧みたいなのが出てるのね。これなんだろうこれ。あ、博士いなかったっけこの前の時。じゃあ博士連れてきたらいいとかあるかもしれませんね。博士またいつの間にかいなくなってるな。こっち降りてもね何もなかったんですよね。あっち落ちてみるか。ん、なんかあってな、何もないな。博士来ないかな。ひょっとしたらね調べられるかもしれませんからね。これなんだろうこれ。いやーゾンビにしか見えないんですよね私は。手前にも行けなくて、一回セーブして落ちてみますか。スロット1この辺りでねセーブしてから、多分ゲームオーバーでしょうね。ゲームオーバーですねこれは。ロードしてし直しましょう。仕方ない仕方ない。ほい。谷底の横穴、まあじゃあ全然関係ないとこかもしれないな。あ、よう、そうだそうだ、一回ゲームオーバーになってロードしたら博士が来てくれるのか。なんだろうこれ。ん、博士は何もノーコメントですかっぽいですね。おー、なんだ。ここ登れない。なんか上にね平べったいところがあるから上にも行けそうな気がするな。でも特に道はないんですよねこれ以外。どうしようかな。じゃあ他にできることは、よいしょ、このムカデの先って、痛い。ムカデの先って、あ、溶岩の流れた跡がある。あ、やっぱここじゃん。ここじゃん、溶岩系は。でも紛失してるとこは、ここら辺かい、ここ
こらへんかい、どっかあるかい。もうここの先にね、溶岩がブシューってなってるんですよね。流れた跡がある、跡があるよ、跡があるよ、うん、あるよ。うん、これ以上はいけないと。そこから出てるもんね、やっぱ。スコップ、うん、スコップです。何も起きない。ここでスコップ使ってみるか。何も起きないか。溶岩が流れた跡がある。アメディオの日記、潮の引き目、これも何か使えるんでしょうね。バンジローでしょ、アダン、ヨナシ、液体薬品、なんでもないな。カンテラもね、入れるものがないからな。まあ仕方ないかな。ここからの溶岩が固まってるところとかも特にないですね。じゃあ外に出た時のさ、溶岩が流れた跡があるって書いてあるところはできないかな。試してみましょう。この先ね、ほい、んで、スコップ、はい、まあそうでしょうね。まあでも行き尽くしたんでね、行けるところは全部行った。なので多分同じところでね、他に何か、博士の熱が、熱？あれがなった後にどこかでイベントが発生すると思うんですよね。なのでそれを探しにね、いろんなところにね、行きましょうね。ということで今から小屋に、やめて、君やめて、ほんとやめて、君がほんとにね、一番嫌なんだよ。あ、博士だ。よしよしよし、行きましょう博士。この辺は倒しちゃってね。ちょっと、あんなの今までなかったよ。あれも罠かな。で、これはいいんでしょ。痛いな、ここいつも痛いんだよな。で、こっちの先の小屋で何か起こったりするかな。そんな気はしないな。霧をなくすのが先な気がするけど。お、ここまた拾えるんじゃない。あ、何もなかった。期待させといて、そんな。じゃあちょっと日記を見直してみようかな。使う、はい、12月だというのに。で、多分これの順番な気もしますよね。まず白蛇の滝はやったでしょ。で、植物、キノコの森の奥のあたりのこれはしたでしょ。で、紅葉が分かった。キノコの特殊な胞子による幻覚を抑える。あ、キノコの方かもしれませんね。奇妙な石像。これは後かな。ナマズも。そうだそうだ。晴れたら探しに行こう。大量の溶岩をこの地下まで流し込んである。あ、それ流したのか、もうすでに。あ、でも流せなかったんだよね。じゃあね、大量の溶岩を地下まで流してやる。大量の溶岩を地下まで、これよくわからないな。電球投げの放電に当たってやけど。じゃああっちの方か。鍾乳洞の池ね。水筒でもあれば。カンテラがね、まだ全然使ってないんですよね。これはいろいろ試してみるしかないっぽいですね。これからはしばらく発展が
ないかもしれないな。とりあえずこっちは何もなかったから帰りましょう。どこ行こうかな。じゃあキノコの方行こうかな。次キノコの幻覚作用を抑える木の実を手に入れてるから、それを使うのかもしれませんね。よいしょ。こっから下はなんだっけ。あ、鹿か。鹿も何かなってないかな。なってないな。反対側から来られそうだけどな。当たったら切られるんでしょ。あー、やっぱ反対側にね鍵があるから、あっちの方に行く方法があると思います。ってことは一回このマップを見て、あ、海側の方から、ちょっと回復しておきましょう。潮の引き目か。リンゴとかとか、ここら辺でねちょこちょこ回復しておこうかな。とりあえずキャンプに帰ればいいんだね。鹿か。他に何かできることは何があるっけ。爆弾を探すでしょ。爆弾ほんとどこにあるんだろうな。おっと、怖いな。爆弾、ボスとかはもういないでしょ。よいしょ。あ、やったやったね。で、溶岩のあそこはどうしようもないから、博士いても何もできなかったから、多分ね。あ、出た。痛い。やめて君。もう痛い。いや、あとピラニアいたっけ。これから先それだったらちょっと回復いっぱいしとかないと危ないけどね。博士こっち側とかね行けそうなんですけどね。行けないんですよね。やっぱちょっと待てよ。この水の中に何かあるかもしれない。ということで回復してあの魚たちを一掃しましょう。ごめん博士、ごめん。君はつける。よいしょ。ここら辺ね何かない？ないか。こっち側に見えない道とか。よいしょ。ないね別に。そっか、仕方ないね。じゃあこっから上に登れるとかもないですね。ないか。どうしよう。キノコ、まずキノコで、で、分かったっけ。温泉の方は全然イベント起こってないな。温泉の方、あれが爆弾が必要なとこか。まあじゃあ今回はこれで終わりますね。次回はキノコの方に行こうかな。それではご視聴ありがとうございました。